誰と行きます？誰と一緒に行きますか？一緒にしましょう。一緒にしますか？セクションコンセプト。すみませんが、お手洗いはどちらですか？私は明日行きませんが、あなたは？パスポートは私のですが、財布は私のじゃありません。お茶はありますか？ありますが。田中さんでいらっしゃいますか？はい、田中ですが。映画を見に行きましょう。それから、ご飯を。Section 24. The past tense. 1. 誰でしたか？池田さんでしたよ。映画はどうでしたか？まあまあでした。昨夜誰が来ましたか？私です。私じゃありませんでした。彼女じゃありませんでしたか？昨日の新聞は読みませんでした。節は読みませんでした。終わりましたか？はい、終わりました。食べました。そうですか。 Section 25. Now, already, not yet. 今出かけますよ。今食べましょう。今電話があります。もう寝ますか？もう終わりましたか？まだ終わりません。まだ出かけませんよ。もう読みましたか？まだです。今すぐできません。もうすぐご飯を食べます。 Conversation 4A In a coffee shop.Mr. Brown orders breakfast from the waitress. Way to be so. She brings water and a hot towel to Mr. Brown, who takes a seat. 何にいたしましょうか？そうですね。今日のモーニングは何ですか？コーヒーのモーニングでございますか？紅茶のモーニングでございますか？コーヒーをお願いします。あ、やっぱり紅茶にしますよ。ミルクティーがよろしいですか？はい。それではミルクティーのモーニングでございますね。かしこまりました。少々お待ちください。すみません、今日の新聞ありますか？はい、そちらにございます。朝日と毎日はございますが、英字新聞はございません。Tango Mike. Milk tea のモーニング、お待たせしました。どうも。Sometime later. ご勘定をお願いします。はい、かしこまりました。いらっしゃいませ。何にいたしましょうか？そうですね。今日のモーニングは何ですか？それじゃあ、モーニングお願いします。コーヒーのモーニングでございますか？紅茶のモーニングでございますか？コーヒーをお願いします。あ、やっぱり紅茶にします。ミルクティーがよろしいですか？はい。それではミルクティーのモーニング。朝日と毎日はございますが、
英字新聞はございません。ミルクティーのモーニング。